佐々木治虫10月18日とは、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。元国土交通大臣政務官。石川県の三市出身。石川県立小松高等学校を経て、東北大学法学部卒業。脚本家の佐々木守は王子、元プロ野球選手の松井秀樹とは、中学の同級生。元石川県議会議員の佐々木博士は、 祖父の弟にあたる。東北大学卒業後、仙台にて友人と輸入ビジネスを起業。2003年に石川県へ戻り、父の経営するビル管理会社に入社した。2010年に小松青年会議所理事長。2011年に日本青年会議所石川ブロック協議会会長に就任し、青年会議所の活動やボランティアなどを通して、新潟。 福島ゲリラ豪雨や東日本大震災による被災地支援を行った。2012年9月に次期衆院選不出馬を表明した元首相の森の後継候補として自由民主党の公募で選出され、同年12月の第46回衆議院議員総選挙に石川2区から立候補し、2位以下の候補者に4倍近い差をつけて初当選した。当選後は、 政は政策研究会に所属。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙に石川2区から立候補し、再選。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙で参戦。2019年9月、第4次安倍第二次改造内閣で国土交通大臣政務官に就任。自身の新春国政報告会で、 東京一極集中などの課題に対し、このままでは日本の成長の源泉である地方が疲弊すると力説し、国はインバウンドを促進している。外国人に地方へ来てもらうため、観光を産業として育てることが重要としている。2020年5月26日の衆議院総務委員会にて国土交通大臣政務官として答弁に至った際、 精神障害者に対する鉄道料金の運賃割引について JR を含む鉄道事業者の協力を求めていきたい。運賃割引は事業者の自主的な判断で行われている。理解が得られるように適切に対応するとしている。金沢外環状道路会和幹線等、地元と国が補調を合わせ、早期完成に向けて頑張りたいとしている。 国道3 6十号国道159号白衣、道路の都自動車道立る浜七尾道路2020年8月8日、行われた、起工式にて、国土交通大臣政務官として挨拶し、輪島まで開通すれば、途中に、のと空港もあり、のとから三大都市圏にアクセスしやすくなると、産業や物流、観光面での効果に期待し、病院への搬送時間短縮による、 命の道路としても期待されるともしている。熊田川、西川2019年12月7日に、国土交通大臣政務官として、白山市港町の現地を視察した際、長年の懸案であり、国と地元が一体となって進めたいと話している。防災農林水産2021年4月14日衆議院、農林水産委員会に提出議に立ち、地方で減少している。 農業従事者の担い手を確保するため、地方創生移住支援事業の対象を拡大するよう求め、農業従事者ではない地域住民が農協のサービスを受ける準組合員の利用制限をめぐり、準組合員も地域経済の発展を支える応援団だと述べ、改正農協法に反対の姿勢を強調している。小松空港石川県連会長年月日、 立憲民主党と国民民主党の衆参両院での会派合流が決まった際、民主党の再来だ。本当に政策をすり合わせることができるのかと疑問視し、安全保障やエネルギー問題で真正面から議論できる土台を作ってほしい。それができなければ何も決められない集団に逆戻りするだけだと述べている。2021年4月6日。 石川県南加賀地区の市長等が新型コロナワクチン接種に関し、河野太郎規制改革担当省とオンライン会議で意見交換し、佐々木がその仲介をした。近隣で取り組みを共有し、連携して進める必要があると指摘した。会議には、山田則明白山市長、和田真治小松市長、続気象野の市長、井出敏郎のみ市長、加賀市副市長、 河北町副町長が参加している。ありがとうございます。